はい、ただいま朝の4時なんですけれども、なんでこんな早いかというと、今日から韓国行きます。あの日本代表のね応援をしに行くということで、ルーセントさんがねあのツアーを開いてくれて、それに僕をね招待してくれたので、今回はねルーセントのあゆ太郎としてね行きたいと思います。今回テニスするわけじゃないんでね、こちらの遠征バッグやシューズはお留守番ということで、テニスの遠征で初めてこのスーツケースで行くと、こちらのねルーセントさんの帽子を持ちいの、あとなんといってもね2024年アカイムアンバサダーにもなっておりますので、私皆さん、アカイムよろしくお願いします。こんな感じですね、アカイムアンバサダー2024ということで、今からあの成田空港でルーセントさんと合流して韓国へ出発したいと思います。今日はねソウルで一泊して、次の日また移動するのかな確か、はい、僕もちょっと初めてなんで、あのちゃんとパスポートも持って忘れないように行きたいと思います。あと結構質問であるんですけど、あゆ太郎さん何のメーカーを普段使ってるんですかとか、いろいろかなりこれ質問来てるんですけど、僕は一応あのルーセントさん、ヨネックスさん、水野さんが一応まあメインスポンサーみたいな感じであのついてくれてるので、だからあの水野の商品を紹介したり、ヨネックスの商品を紹介したり、ルーセントさんの赤いムボールを紹介したりって、いろんなねこうイベントにあの行ってる感じでございます。はい、だからほら後ろとかもねいろんなメーカーさんのが貼ってあります。はい、という感じで皆さんあのよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。ルン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 、あゆ太郎チャンネル。成田空港到着しました。初めてなんでね迷いそうですが、はい、この後ルーセントさんと合流したいと思います。広すぎるだろうこれは。合流しました。よろしくお願いします。タイの方ですか。よろしくお願いします。ツアーということで、明日から皆さん合流。そうです。今日はソウルまで行って、じゃあ美味しいご飯食べましょう。はい、焼肉しかないですよね。多分目指すとこが。無事通過しました。すげえな、なんかさ、うん、デパートの中みたいじゃない。デパート。中こんななんだね。搭乗口入ると。秋葉原、見たことない飛行機めっちゃあるな。それでいただきます。何買ったの。粗挽きソーセージ、濃いね。なんかこれが一番おいしいんです。食ってそう。ソーセージ好きそう。なんかやべ、遊んでると思われる。でも俺これが仕事みたいなもんだもんな。これ通常運行だもん。だっていつもの動画。初めてなの。今から出発します。バイバーイ。怖っ。めっちゃ怖がってる。怖いんでしょ。怖いっす、マジで。飛行機行きましょう。やばかったら両腕掴みに行く。やめて。無事到着しました。大丈夫だった。あー、ビビった。もう平気。うるさいんだよね、隣で。スーハースーハー。いや、ガチでもう死にますね。まだちょっと着いた時間わかんないけどな。 Wi-Fi 繋がないとダメなの。多分そう。それを繋げばいけるってことね。ちょっと問題発生なんですけど。問題発生ですよ、いきなり。荷物の受け取り場所がわかんないっていう。書いてあってもわかんないですよね。でもさっきまで日本語あったのに急になくなったからな。あ、ターミナル、1に行くってことなのかな。これ初見殺しですね、ちょっと。無事荷物発見しました。行きましょう。お疲れ様でした。なんか疲れたな。あゆ太郎チャンネル。ということで今あの両替してきました。日本円をウォン。ウォン。ウォンっていうのかな。ウォンです。5万円分とりあえずエクスチェンジしてきました。両替。すごい、こんな感じなんだね。この人が偉い人です。絶対に偉いです。なんか普段と違うからね。使い方わかんないよね。わかんないですね。でなんか増えた感じするもん。確かに枚数が枚数が枚数めっちゃ増えましたね。5枚が、ね、じゃあこれで楽しみたいと思います。これが韓国のコンビニですかね。つなげましたか、うん、これがレンタカーです。今回乗るかっこいい。レンタカーっぽくないですけどね。韓国のコンビニで初買い物しました。サンドイッチかなこれ。緊張したコンビニ。すごい、チーズとハムとジャム。
よろしくお願いします。頑張りましょう。楽しく韓国を、はい、楽しみましょう。よろしくお願いします。ホテル到着。新しい世界行きましょう。まあでも日本とそんなにね。でもパソコンあるってすごい。あ、本当だ。コビチャンネル見よう。やだ。海外に、はい、あのおすすめに上がるようにしとかないと。こっちに。これはすごいね。あの。違いますね。トイレびしょびしょのやつだよこれ。仕切りがないですね。ということで今からあの韓国料理を食べに行きたいと思います。ルン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 。読めないけど多分焼肉屋さんかな。ここにしますか。一瞬高く見えるなこれは。乾杯。乾杯。頑張れ日本。美味しいの。うまい。日本だけどなんかあったんだな。これはすごいついでくれる。コンベイ、ね、めちゃくちゃ立派だこれ。マッスよ。うん。もう一個一個ボリュームがすごいね。え？うわお。これいちご。いちご。これでいちごって読むんですかね。いい、めっちゃ、あでもめっちゃいい匂いしますこれ。うん、うまい。うん、あ、美味しい。あ、そうかもしれないですね。アンソンだな。だからこれお土産なんじゃないかな。確かに確かに。アンソンにもあった。もちろん。ちょっと酸味のあるいそうな感じのあれですね。なんか雰囲気。スグラータンみたいな。そうそうそう。これは韓国のお酒じゃないのかな。え、でも韓国なんか英語。韓国語じゃないですね。ね、韓国じゃないやつ買った。おはようございます。あの今あのツアーの参加者を迎えに行きました。はい、参加者の方です。お母さん隠れてる。よろしくね今回。今回ってツアーの参加者何人ぐらいいるの。8人です。8。じゃあスタッフも合わせたら10人ぐらい。10人ぐらい。10人ちょいですね。形になったね。形になりました。急遽だったから、ね、急遽だったんでよかった。初の試みですからね。ルーセット、またちょっと呼んでください。はい、はい、お願いします。まだ終わってないけど、まだ終わってないです。これかサムギョプサル。サムギョプサル食べに行きます。もう夜のことです。夜のことがね。かわいいな。はい、ということで会場到着しました。イエイエイ。あのルーセントツアー2日目ということで、僕らは2日目なんですけど、あの試合自体は今シングルスが終わって、ミックスダブルスも終わって、個人戦の2日目からになります。で、途中経過なんですけど、シングルスが植松選手優勝おめでとうございます。素晴らしい金メダル。ミックスダブルスで高橋植松ペアが2位、銀メダル、おめでとうございます。で、今僕らが途中で今ちょっと見てたんですけど、個人戦は今ベスト4に上岡丸山組が入ったということで、これから応援していきたいと思います。常水上松ペアが今ちょうどね、惜しかった、惜しかったです。めっちゃあと試合動画はね、あの僕のチャンネルではあのちょっと撮れないんで、まあ、どっかで上がったらね、そちら見てみてください。じゃあ頑張って上岡丸山を応援しに行きましょう。はい、頑張って。ヨネックス、韓国のヨネックス。そうですね。すごい。これ映っちゃって大丈夫なのかな。頑張って。あ、もうそっか、さっき試合見てたわ。めっちゃ応援してたんだけどね。また頑張って。強かったです。また頑張ってください。はい、あ、パクさん、イエーイ。よかった。やっぱ相変わらずでかいですね。エナジードリンクなのかな。だってもうこう書いてもファイナップルみたいなニュース。
ポーツ系なんかあるのかな。おお、すごいパイナップル。おお、あー、パイナップル炭酸かと思ったら全然違う。あ、俺これちょっとダメだ。味がまずいとかじゃなくて、僕なんかフルーツ系飲むと喉がイガイガしちゃうんですよね。じゃあテミンとこ行こう。ジヌン。テミン、テミン。あ、テミン。あ、テミン、こっち、テミン、こっち。あ、違う。あ、待って、ファイト。会場の様子はこんな感じでーす。クレーコートですね。こっちはハードコートなんだね。2回戦まで使ったらしい。あ、2回戦まで使ってたコートなんだ。今ちょっと練習コートみたいな。練習フリーになってやるか、じゃあちょっと。おぉ。ちょっと。Thank you. インスタ、インスタ。あ、インスタ。インスタ。パロパロパロ。いろんなのが出展してるって。そもそも読めないんだよね。日本語がないことには慣れてきた。はい、そうですね。ちなみに今男子が準決勝が終わりまして、上岡丸山ペアは、まあ、激闘ファイナルの末負けてしまいました。めちゃくちゃいい試合だったですね。カイレン選手がちょっとなんか腰をね、そうですね、結構痛めてたしけど、全然それを感じさせない動きをしてたけど、まあ、だから決勝は中華台北 VS 多分韓国にあると思います、はい、でも女子がね、そうですね、高橋久保ペアが決勝進出ですので、はい、ちょっとこれから応援していきたいと思います。あ、ちょうど回ってた。あ、マジか。あ、お久しぶりです。こんにちは。あ、これも撮ってます。びっくりするよね、みんな。アメリカから来ました。アメリカからみんな応援してますので。あ、ありがとうございます。めっちゃ全部見てるからね。あ、本当ですか。ペアいなくなっ、あ、マジか、ありがとうございます。マジかよと思いながら、ちょっとラケット持ってて、なんだこれはってなったら、ソフテニス。そうだね。今度ちょっとお願いします。あ、ぜひお願いします。教えてください。あ、結構教えるかもしれない。お願いします。お願いします。国際連盟の方と出会いました。国際連盟って、ね、どうやって入るの。何、どうやって入ったんですかね。すごくね、世界最年少。マジ29の時に入ったからね。そんな前から入ったの。実は言ってないんだけど、なんかで言ってたよ。ツイッターで言ったかも。あ、すごい頑張ってね。お仕事で今日は頑張りやりましょう。チャンネル登録お願いします。ピーってやるとこ。おい、チャンネルピーってします。どうですか、世界選手権は。いや、すごいよ、レベル。なんか見てるだけで息切れしてきてる。俺たちも狙うか、世界だから、マスターズって。マスターズ、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 また出ないと思う。出ようよ、出よう。じゃあちゃんと練習しとくわ。とりあえず全車化で。全車化で、全車化でってこと。他取ってる。いや、もうね、準決勝まで全部練習した。決勝取ってやめて。なんかあなたがいつも忙しそうにするからさ、あゆ太郎は何してんのって。いや本当に。あゆ太郎はサボってるから。サボってんじゃない。サボるのが仕事だから。いかに楽しむに特化してる。俺も白目向きだから編集してるから。逆にちょうどいいこのバランスが取れてる。そうよ、俺に取れる。みんな同い年だからね。ちょっと老けて見えるかもしれない。逆じゃね。逆じゃねえの。でもジヌンも同い年だから。え、ジヌンも同い年。ジヌン同い年。マジか、めちゃくちゃ意外だわ。どっちのマジか。全然上だと思う。でしょ。ジヌンは同い年。頑張ってね。負けないぜ。シングルスやりましょう。シングルスはもう絶対負けないよ。いやいや、残念ながら。いやあなたが多分これやってる時、俺これやってるから。ずるいわ。じゃあぜひカンボジアのマサゾチャンネルにこの大会の載ってますので、情報ぜひよろしくお願いします。ちょっと日本の選手は載ってないですけど、その事情はこちらから聞いてください。アユ太郎チャンネル。結果報告、はい、男子が上岡丸山ペアが出した方、さっき言ったんですけれども、女子決勝高橋久保ペアが2位でした。惜しかった、惜しかった、惜
しかったですね、本当に。ファイナル、ファイナル激アツでしたね。まあいい勝負だった、いい勝負でした。お疲れ様でした。明日からでも、明日団体戦なんで、団体戦ね、はい、しっかり応援していきたいと思います。はい、頑張って。サムギョプサル食べに行きます。あのツアーの方たちと、はい、ウェルカムパーティー、ウェルカムパーティー、はい、行ってきます。はい、ホテル到着しました。めっちゃ綺麗よね。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ですか。え、全然、やばい。えぐい。で、見て、安定の、あ、でかいのとちっちゃいの、こういうやつなのかな、多分。そうなんじゃないかね。さぞ絶景なんでしょう。さぞ絶景なんでしょう。ロッテリアかな。ロッテリアの壁じゃないですか。ホテルの前の街並みなんですが、ロッテリアがあるんですよ、隣に。メニュー一緒なのかしら。ちょっと気になります。まずロッテリアの日本のメニュー知らないです。あの、そうなの、俺も。これ分かんないね、でも見ても。いや、絶対こんなんないっすよ。ない気がする。詳しい方はぜひコメントで。コメントでお願いします。そうそう、これ多分ガーリックシュリンプって読みます。これはなんか韓国のアイドルかな。アイドルっぽい、多分アイドル。今からご飯でーす。今回ツアーに参加してくれた方たちです。いや、まあ、僕よりカメラ立派なんですよね。ライトがすごい。ライトがすごい。じゃあ皆さん楽しみましょう。今日のご飯はここです。サムギョプサル屋さん。すごい、なんか手慣れてますね。うまい。いつ飲んでもうまいな。明日はあれだよね、ツアーの参加者は増えて8人になる。明日はあのもうちょっと多い人数で来ますので。何回今日楽しかったですか。はい、とっても充実した期間を過ごせています。これもそれもユンセットさんのおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。世界大会最終日。企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。